だと？ギルド長、一体何を言ってるか分かっているのか？無論だ。大将、あれはバイスの野郎じゃないか？ギルド長に食ってかかってやがるぜ。相変わらず変わらねえな。あの様子を見る限り、怪我の方はいいみたいですね。今は貴様たちに構っている暇はない。行くぞ、悪狼傭兵団。な、なのやろ。いつもはげんなりするぐらい突っかかってくるってのによ。父と何を話していたのでしょうか。お前たちか。作戦の概要は聞いているな。現在エイトリードは神殿を中心にインペリウム各地に展開している。まずは奴らの動きを止め、その隙に一部の部隊を神殿へと進軍させ、エイトリードの守りの要たる2個を撃つ。その後全兵力をもって4体のヘイトリードを撃破する。お前たちには神殿に進軍する部隊に加わってもらう。この作戦の成否はヘイトリードの守りを破れるかどうかにかかっている。お前たちの活躍を期待しているぞ。道は確認したか、大将。目的地はあそこだぜ。
変。ここだ。
すつもりですか。私には何が正しいのか。気持ちはわかるが、いろんな連中がこの機械を作ってくれたんだ。いえ、これがあの化け物に対抗する唯一の手段なんだよ。お嬢ちゃんは見たくねえなら見なくていいさ。汚れ仕事は俺たちに任せてくれればいい。いいえ、私もこの団の一員です。覚悟を決めます。よく来たね、間抜けな傭兵ども。どうせあんたたちのことだ。巫女のコロナを打ちに来たんだろ。ヘイトリードに対抗するにはそれしかないからね。あのばあさんどういうつもりだ。周りに護衛すら置いちゃいねえ。何やらうさんくさいぜ。いつものように伏兵が潜んでいる様子もありません。ほら、どうした。憎い憎い私が目の前にいるんだよ。討ち取らなくてもいいのかい。見えない壁に当たったみたいにナイフが弾かれた。大将、こいつは一体。手癖の悪い連中だね。私が何の考えもなくお前たちの前に姿を現したと思ったのかい。愚かだね。この祭壇もまたヘイトリードと同様の力で守られているのさ。大将、あいつの言ってることが本当ならここで手詰まりだぜ。団長、どうだい。私たちを目の前にしてお前たちは指をくわえて見ているしかないのさ。外にいる連中もヘイトリードといつまで戦い続けられるか、こりゃ見ものだね。コロナ、何をしている。団長、どうしてここへ。団員を救いに来るのに理由など必要か。おいおい、どうなってんだ。どうやら二人は顔見知りのようですね。ふん、見逃してやったというのに愚かな男だね。残念ながらもう勝敗は決した。あんたたちは私たちに指一本触れることはできないのさ。黙れ。お前の話などどうでもいい。コロナ、なぜ戦わん。そんなところに閉じこもり、望まぬことを続けるつもりか。団長、でも、私は。お前のその手に握っているものは何だ。戦え、コロナ。お前は、誉れ高き白狼傭兵団の一員なんだぞ。まったく、やかましい男だ。分際をわきまえるんだね。コロナは、お前には過ぎた花だよ。います。団長、私も戦います。コロナ、何を考えている。コロナ、育ててやった恩を忘れ私に刃を向けるのか。もうオルドのためにほとんど残ってはいません。オルデインの祝賀などもう叶いはしないのです。私がこの祭壇を出ればこの守りを維持することはできません。おばあ様、もう終わりにしましょう。黙れ。ヘイトリードを復活させるため散った者たちの思いを無駄にするつもりかい。その意志を継ぎ我らを蔑んだ連中の報いを受けさせなければならん。コロナ、その剣を離すんだ。連中は母同様お前を殺しに来たんだよ。この祭壇を出れば
奴らはお前に刃を抜ける。それでもいいというのかい。ホルナ、お前は白露傭兵団の団員だ。お前に刃を向ける者がいるなら我らが全力でそれを阻止しよう。貴様との再戦をこのような形でしたくはない。お前たちがコロナを打つというのだ。このまま相手になろう。団長、よく言ったぞ。それでこそ我が生涯の宿敵。団長、おばあ様、私は行きます。なんてことを。コロナ、せめて剣だけは返してもらうよ。コロナ、守りは消えたとしてもヘイトリードは未だ健在。オルデインの宿願はまだついえてはいない。大将、テテルバが逃げるぞ。彼女を逃がすわけにはいきません。団長、追いかけましょう。団長、戦いました。よくやったぞコロナ。それでこそ白狼傭兵団の一員だ。私
うん、